皆さん、おはようございます。はい、良平です。えー、今日が三月の。三十一日。はい、ラスト。4もう四月です。四月か。はい、いや、びっくりだな。これね。はい、あ、もう帰ってきました。はい、わかりなさい。ただいまです。す本当に長い,長い長い出張でした。はい、取りためなくてフレッシュな自分を。えー、なんですけども。 東京行って食べちゃ飲んでのまあやっぱ人に合うので飲んでて2キロぐらい太ったかもしれないですね今日からまた1日1食ファスティングできっちり体の体調を整えていこうと思いますけども26日が河村真弓先生のラスト公演参加していただいて27日が桜庭先生の東京のオンラインサロンに 急遽乗り込んできました。前の日に決まったんかな僕 <laughs> もお客さんみんなびっくりしましたね。すいませんね、ほんとねあの。乗り込んできて。えー、もうね。まあね、これね、あれなんだけど、桜庭先生のね、YouTube に出ます、僕が。しかも3本ぐらい撮り試しました。3本ぐらい撮って。あと、ボイシンを出ます。桜庭先生、ボイシンをやってるので。まあね、僕ね、 多分ね、ここ1年ぐらいで一番笑ったと思うわいやー楽しみですねもうねボイシーイ師桜庭先生もうねスレスレのラインで喋るわけよ桜庭先生のエロトークはエロトークってそんな本当に汚い話じゃなくてななんか、なんていうの麗なんよね桜庭先生が俺が言うと絶対アウトやけどあ,あるんですかそんな綺麗な<あ>綺麗なあるあの方が言うから綺麗なんよ笑いで終わるけど <laughs> 俺とかがジンが言ったらダメ、はい、よっていう,いうところがね <laughs> まあね腹がよじれるぐらい笑ったって多分ああいうことだろうなと思うぐらい多分ここ1年であんなに笑ったことないんじゃないかな楽しみですねすねごい本当に YouTube の方は普通に真面目な話しただけですか真面目な話もしたけど真面目な話やっていや、ボイシーも YouTube もちゃんと真面目な話したんやけどまあね、本当ね、すごいよね桜庭先生の講演会行った後のの、ね、雰囲気がすっごくいいんよ。 その会場の,会場の、ね、あれはね多分たくさんの人に対して学びだけじゃなくてねああの笑いを伝えてるんだと思う人が笑う以上の、ね、幸せって開運法なんてないってうちの先生も言ってたけど、はい、いやー本当にねすごい人ってこんなにいるんだなと思うぐらい、えー、驚きの連続でしたけども、えーまあ、無事帰ってきて、まあ、僕出席関係のですね、えっとまあ、打ち合わせも、えー、だいぶ進んで本は「 えー、大ままかかにはもうほぼ出来上がりましたかねで、あとはこれをどうしていくかっていう感じで何かあったそんな感じで、えー、打ち合わせもギチギチに詰めて、えー、やってきましたけどもまあ皆さん是非楽しみにしておいてくださいえー、っと、えー、強運を磨く、えー、小読みの秘密って話ですねまあ、僕の中では秘密っていうよりかはみんな知ってるもんだと思ってたからですねそれが意外にみんな知ってなかったってことでえー、っとね さしていいたただきましたけどもはい、今日は久しぶりなんでちょっと結構ね質問がねまだ溜まってるんでちょっと質問のお話もしようと思いますけどもえー、っとまず、ララさん、えー、先日、えー、会いたかった会いたたかった方に念願かなって会えたんですがちょっと誤解されてしまいへこんでますこんな場合でもまたご縁を願っていいのでしょうかこんな年取って誤解されたことでこんなにも落ち,込むことを落ち込むとは思いもしませんでしたってことですね。どんんなな人なんだろう どんな人に会って誤解された何か,、まあ、かあるのかな、まあ、それでもう縁がつながらないんだよならそれまでですただ、あのー、最初のファーストコンタクトでなんじゃこいつやって思った人ほど後から深いつながりになるっていうのはありますね僕なんて香取さんのことを芸人だと最初思ってたんで全然分かんなかったからですねなんかマシンガントークですげえ人だなって思ってもうあれも完全に誤解ですよね とかもそうだしジンとかもね最初に会った時の印象とか多分俺は言わんかったけど、はい、めちゃくちゃ良くなかったもんねあ、本当です良くなかっためっちゃネクラやったしえまぁ、あ、そうです、まあ、こんにちはとか,とかお疲れ様とか言ってもなんかなんか従業員でもねえのに従業員の喫煙室入ってきてタバコ吸いよってやつおおすみたいな最近の若い子はなんかあげんのあるんやろうねみたいなぐらいの感じやったけど今となっちゃうね今となっちゃうんですねだってあの時はひどかったよ <laughs> そうやろういや、まあはい まあ、確かに相当人見知り、もう人見,人見知り通り越して、なんかもう、異世界の珍獣レベルやったもんね。それは言い過ぎと思いますよ、<laughs> それは鈴木さそこまで言われたらちょっとへこみます。ぐらいの感じだったけど、<laughs> はい、いやもうそれぐらい、あの願うならつながりますよ、大丈夫です、つながらないなら、それは縁がないってことで、縁がないってことは私にとってプラスになる出会いにはならないってことです、なので気にする必要はありません、大丈夫です、また出会えるなら、ばね、全然気にする必要はないですよってこと。僕は誤解とか、 えー、最初のファーストコンタクトでなんか思ったほどっていうところから入ると後から深くつながる人多いかなそんな感じにしますね、はい、次に質問なのですが3月2日に小銭入りを夫婦で購入しましたあーいいですねネットで購入したのですがその場合寝かせるのは購入した日からでしょうか、えー、届いた日からカウントしたら良いのでしょうかよかったら教えてくださいっていことなんですけどもお金を入れてからの9日間です。なので買っても来てもも来 お金を入れて入った時からお金がそれを記憶していくのでそこからカウントしてください。そういうことですよね、カウントしたらっていうのはネットで購入しますがその場合寝かせる,寝かせるのはなので寝かせたいときは購入するときはこれぐらい入ってたらいいなっていう金額を入れて寝かせるそこから9日がになりますのでそこからですよってことなのでなるべく日の当たらない場所にやってくださいねってことですねはい、えー、次がが、えー、さっきの質問が秋吉さんですね。言っ,とっけ俺の前 さ、ね、さんんででですすすねね今のがです、ね、次これラストです、えー、ゆきさん S、えー、先生最近、お守りをいただくことがすごく多く初めてお会いした方にもいただいたりしますほう。お守りが集まってくるのはどういうことなのでしょうかそれと複数の神社のお守りの中で保管方法など,で、えー、な,どなどでした方が良いことがあれば教えていただけると幸いですということです。けどもこれね お守りが私にたくさん集まってくる理由っていうのは過去にねお客さんに同じようなこと聞かれてなんか私悪いのがついてるのかなとかえっ、ー、となんかよくない時期だからなんか引き寄せてるんですかねとかって言った人いるんですが違いますお守りが私のところにわっと集まってくるその一番の理由今教えましょうジン何だと思う<え>ジンはお守りとか集まってくるたくさんの人に会ってお守りプレゼントされたりとかってあるいやない、ね、そうかうん これね教えてあげようねえー、っとね僕もねえー、っとちょっと1月とか2月ぐらいもね桜庭先生だったりとか、えー、っとあと知り合いの人連れて僕のちょっとね秘密のパワースポットツアーっての連れてったことがあるんですよでねあの思ったやっぱね桜庭先生とかここのお守りだけちょっと特別ですって言った時に10個ぐらい通ったねお守りですか10個ぐらい通った し俺の、えー、連れてった知り合いの子たちもやっぱね1個じゃなかったね3個とか4個とか買い売ったよ2個とかねで俺もあそんなに買うんだって言ってなんでって言った時に渡したい人がいるって言ってたつまりそれが何かって言った時にたくさんのお守りをもらう一番の理由あなたは愛されてるからです愛されてるからそれだけ思ってくれてる人がいるから私のところにお守りが集まってきますよってことは誇ってくださいもうそれはね こんなに私は人に思われてるんだなってことで、こんなね、もう関東、東京とかからとはるばるこんなところまで来て、クソどいなかの神社連れて行かれて、それでもこの人に渡したいっていうお守りを買っていった、その人たちの思いこそがえあなたがたくさんお守りをいただける理由です、なので、悪いことがあるとか、余計な役がついてるとか、違うんです、愛されてるから私のところにお守りが集まってきます、つまり、神は最近、お守りとかはもらってないということだよね。と、はい、いうこと,はどういうことがかわはい、どういうことでしょう。 そう愛されていないな嘘です愛されてるよ、ちゃんと俺も愛して心配すんでいい、ただまあそういう時っていうのは、ね、やっぱあります、あのジンは俺が愛し,愛,し愛しすぎてちょっと最近甘やかしそうなところあるけど、ちょっといこうね、次からね、もうちょっとビシバシ行こうかねあの、愛されてることにもしか,もし,かしたら、この,あの質問者さんがね、まだあんまり気づけてないのかもしれません。 でもそういうことを教えてくれるのも重りが集まってくるタイミングだってことを覚えておいてください。で、保管方法なんですけどもあの僕が昔、先生に言われた時はね一つのものよく財布に入れたりするんですけども、えー、財布に入れる時とかいうのは一つの財布に、ね、いくつも入れると。 ないと思うけどね神様がねあの喧嘩するぞとかって昔言われてたんだけども、まあ、僕もね1つ、えー、入れる時は1つにした方がいいと思います1つだけで、えー、となるべく汚れない場所に入れておくのがいいかな財布の中に1つのおもりを入れておくのは全然いいと思いますけどもただあのおみくじはダメですよおみくじはもうそのままさっとあの捨ててしまうか、えー、とメッセージなのでもう結んで帰ってくるかぐらいにしておいてくださいで何、えー、やったっけあの複数ある場合っていうのは あのローテーテションさせたりしてもいいいかなと思いますでお守りは、ね、お財布と違って、えー、日当たりのいい場所一、えー、日を通してあの明るい場所日の当たる場所にちょっと置いておいてで今日はこれかなとか今日はこれかなっていう感じで僕は、ね、服に合わせてお守りをもちろん見えるところにつけないんだけどね服とかこののカバンの時出張のカバンのとき仕事に行くときのカバンでこの服着るときスーツ着るときの専用でお守りを。えー 使い分けてます僕も、ね、ありがたいことに、ね、たくさんの日にお守りいただいたりするのでそういう感じで、えー、着るカバンそして服とかで使い分けたりとかその日の気分によって入れ替えたりとかっていう風にしてやったりしますのでただしこれ注意があって1年で効果は一応切れますあの切れるというよりもね1年過ぎたらその神社に、まあ、お返しに行くあこの1年間、無事に過ごしたことを対して感謝の気持ちで祈りを捧げている上で返すんですけどもどうしても遠い。 北海道の神社からもらった,だったり東京だったり関東だったりというのがあった場合は、えー、一つの神社の場所にそれを一つにまとめて返しに行くという形でいいと思います。でいうのはもうその場所を全部巡るといういや,やる人はやっていいと思いますよやってもいいと思うんですけどもなかなか難しいという時は紙に包んで、えー、そこの神社の住所を書いて神主さん宛に送ってお伏せを入れるこれ気持ちです入れて送るのもいいです。 ただし、一つの場所に、えー、まとめて返すっていうやり方もね、僕はいいって教え、教わりました。なぜですかって聞いたときに、えー、ヤオロろの神はね、すべて後ろで繋がってるから、その気持ちは全部一箇所で、えー、まとまるよって言ってくれたので、えー、負担に思わないでくださいね。 えー、いっぱいもらったらいっぱい返しに行かなきゃいけないしいっぱい封筒にお金入れて返さなくちゃいけないんだって思っちゃう人もいると思うのでそういう場合っていうのは、えー、一つの神社で返してその場所でオフィスを払った上でちゃんと祈りを捧げる方法でもいいですし封筒に入れて返すもいいですし一箇所ずつ巡っていって返すっていうのはもう自分の気持ちでやってくださいっていうことですね。そそそんんなな感感じじででででですすすははいいいいよろしいですか今日もねねこ、えー、これで3月が終わりますっていうことあ、ね、あ、そうだったあ3日 えー、3月が終わります、本当ね、はい、あっという間の1年ですけどね、4月からやってて、まあ、さて、一体どうなっていくかってことですけど、はいえー、皆さんもね、えーあ、花見もしっかりやってくださいね、もう東京から帰ってきたら、満開でしたね、もう東京と福岡って桜が咲く時期、ほぼ一緒やねん、一緒やったんですか、一緒、もう東京も大満開、はい、もううわーって人おったよ、ここ2、3時で、急に咲いてたんだ、ねね、で、ね桜ってそうなんや、だから言ったやろ、今日もあんまり天気、はい、ちょっと寒くなったりとか。 やけね花見のねポカポカ容器でねいい天気に恵まれて花見をするっていうのはねすっごくいいことなんで、えー、ぜひとも覚えておいてくださいできるならお花見とかね小み、えー、の中でやっていく行事は、えー、一人でもいいですただし、えー、一人でも多くの人、えー、一緒に呼んで一緒にやる方がまたいい効果がたくさん出ますよってことも忘れないようにしておいてください、えー、今日は以上ですということで今日も、えー、久しぶりにフレッシュな ガッツポーズで皆さんをね3月を締めくくろうと思いますのででは行きましょうかはいじゃ行きますよでは行きますせーのおっしゃということで今日も元気よくいってらっしゃい行ってらいってらっしゃい